それでは、私のドームの方を紹介していきたいと思います。まずですね、このバッグの中に入っているものなんですけれども、充電式の真空ポンプですね。これはパナソニックのものになります。で、真空ゲージ、タスコの真空ゲージに、あとホースとバルブと、そしてこの中にはですね、一式入ってまして、これでとりあえずこれを持っていけば現場はとりあえず収まるっていうようなものになります。これが木造の場合ですね、家庭用のエアコンだけではなくて業務用のエアコンもやで、これが、回し引き、これも回し引きになります。そして鉄の子ですね、回収工事なんかでドレンを切ったりするのに、ドレンのですね、もともとのドレンを切ったりするのに使います。あとスパナですね。で、ケーブルカッターで、BBK のフレアツールになります。で、モンキー、これは250のモンキーと、補充配管の、補充配管側をつかむ19、14、17、12の、これも BBK ですね。これを使えば、フレアすごい硬い時も舐めずにだいたい緩めることができます。で、溶接する時にも使う、ウォーターポンププライヤーですね。で、これがベンダー、スプリングベンダーですね。で、ガス漏れ検知スプレー。で、ここにインシュロックとエアコン室内機を浮かして、かけてつなぐときにですね、これは非常に便利です。タスコのジャッキですね。割と便利です。使うと、一度使うとね、結構便利さが分かります。そしてビス箱、ステンレスの、プラロックに室外機の足を止めるようですね。あと外、外部で使うステンレス、これは室内機の裏板を止めるのに使います。あとボードアンカー、ボードアンカー各種あります。まあ、主にこれを使います。そして腰袋はですね、割と重たいです。腰袋はマイナスドライバープラスの充電ですね。これも結構重宝します。まあ半日ぐらいは使えますね。お昼休みに充電するっていうような形に。そして200のモンキーで、カッターナイフ、そしてインパクトとドリルを兼用できる、マルチドライバーですね。ここで切り替わります。これはドリル、インパクト、
で、ホルダーは、日立のものを使ってます。そして、ここには、水平ですね。電気工事もやるもんですからね。この水平、ボックスを開口するのに便利な水平。あと、トルクレンチ。2部と3部。こっちには、4部と5部が入ってます。で、ケーブルのストリッパーですね。で、水平器。で、この中には、テープを入れといたり、あと、六角ですね。4ミリを使いますよね。あと、冷媒のカッター。で、ベイビードライバー。そして、ここには、検電器。で、マジック。で、ここにペンをいつも挿してあります。それと、リーマーですね。リーマー。で、手棒器。入り墨のところとか、ボードのカスとかが入った場合、これで、吐きながら掃除機で吸うと非常に便利です。そしてここに袋をつけてあって、ここにナイロンを入れてあります。あとはビスを入れたり、その時によってですね、ビスを入れてあります。で、インシュロック。これはいつもアース線をコードと止めるのに使います。そうですね。基本的に、いつもこれを全部ぶら下げてるわけではなくて、こちらの道具袋と腰袋を中身を入れ替えてですね、業務用のエアコンを、取り付けるとき、家庭用のエアコンを取り付けるときで、中身を入れ替えて使ってます。参考にしてみてください。